春奥明波は、室町時代の臨済宗の前奏である。室町幕府の帰依を得て、臨済宗小国寺の第二世となるが事実上の、海散国史。五山文化の発展に寄与した。他に天竜寺や臨泉寺の住職となる。春奥は、同合、別号に、悪多室、深る子など。死亡は近く不明国史。海の国の生まれ。 母方のおじである武装祖籍のもとで受戒すると、天竜寺の住職となり、室町幕府に対して、御山第一の南禅寺の楼門新築を提言。幕府は、楼門建設の援助をしたが、南禅寺と紛争状態であった、恩城寺がこれに抗議。比叡山の門ともこれに加わり、楼門撤去や妙派の配慮を求め、紛争は、政治問題にまで発展する。 1369年に、官僚の細川頼幸は楼門を撤去させる。明派は、頼幸と対立して天竜寺住職を辞して、阿波国光勝院、さらに、丹後国雲門寺に陰性する。頼幸は、明派との和解のために階段を求めるがこれを拒絶。対して頼幸は、門との創石剥奪を行う。足利義光の命により、1376年に、 絶海な活と共に、日本に帰ってきた、序林良佐に法を授ける。1379年の攻略の政変で、頼行きが失脚した後に入居し、南禅寺住職として復帰する。明波は頼行きが失脚する直前に、単語を出発しており、政変への関与も考えられている。三大将軍、足利義満の帰依を受け、同年10月10日、 初代の総録となる。同年、吉光の養成により、全国の禅寺を統括。その後、佐賀報道寺を解散。さらに吉光は、小国寺を創建すると明派に、解散第一世を生じたが、明派はこれを誇示やむなく死の無双祖籍を解散し外し、明派は、第二世十字となった。 実質的には明派が小国寺を開き、御三実説制度を作り御三派を起こした。御三番の観光なども行い御三文化の発展に寄与した。また多くの弟子を育て、彼らは日民貿易を行う際に幕府の外交顧問となった。和しお教編、編贈呈日本物家人名辞書東京美術、1992年、1 9 5 p 和塩純教編贈呈日本仏家人名辞書東京美術1992年 1178p ありがとうございます。